よいしょ、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 よいしょ。やっと連敗ストップしましたね、皆さん。本当に長かった。マジで長かったですね。戸郷投手から始まって、戸郷投手で終わらせるというね。まあ非常に、まあ長い道のり、まあ6試合でありましたけども、まあすごく連敗ストップしてよかったなと思いますし、まあ今日の打順なんかもね、初め僕見てて、これ点取れるかってちょっと疑問に思ってしまった自分を、ちょっとパンチしてやりたいというふうに思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、日本ハム対巨人の試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。まあ、僕今言いましたけども、まあ、非常に、まあ、長かったですと、道のりがね。で、まあ、今日は、打順をすごく組み替えましたと。で、3番にヘルナンデス選手入れて、で、3番の直樹さんを6番に入れて、で、坂本選手を7番で DH で使うというところ。で、2番にマッスーを入れてね。まあ、非常になんかなんとかしないといけないっていうのはね、見て取れましたし、まあ、その記事なんかを見てると、さっき記事見てたんだけど、記事見てると、なんかピッチングコーチとかも踏まえて、打順を、考えましたっていう風に言ってて、あんまり取れてないんですよ。だいたいヘッドコーチとか打撃コーチとか決めて、で、監督に持ってって、監督が修正するっていう形なんで、ジャイアンツの場合はね。それをわざわざこう、ピッチングコーチとか全員集めて、一回もう、自分たちから見て、いろんな角度から見て、嫌な打順ってどういうところっていう風にね、ちゃんと話し合えたっていうのは、スタッフの、まあ、その、なんて言うんだろう、やり方とかも非常にいいと思うし、まあ、実際結果が、まあ出てね、得点できたんで非常に良かったのというふうに思ってます。じゃあね、今日の僕の一言目も言わさせてください。こちらになります。まあ、やっぱり先制ですね。先制できたっていうのは非常に大きかったですし、坂本選手のホームラン。で、万波選手のね、まあちょっと連携がうまくいってなかったのか、まあちょっと打球が最後ずれたのかっていうところは、まあちょっとあったと思うんですけども、まあ万波選手のフライをね、ライトフライをエラーしてしまったっていうところも大きかったです。で、ここですよね。吉川選手のホームランね。まあ、これっていうのは、このスリーランっていうのは本当に良かったね。もう、あんまり、勝負決まったとか、思いすぎると、ジャイアンツ、最近リリーフ陣が悪いから、なんか同点にされたりとか、逆転されるっていうのが、よぎりそうなんで、そういうふうには思いたくはなかったんですけども、まあ、今日の戸郷投手の感じから見たら、まあ、この吉川選手のスリーランがあった時点で、あ、さすがに今日は勝ったやろ、というふうに、まあ、僕は思いましたと。はい。で、まあ、さらっと、まあ、特典シーン、まあ、皆さん振り返ってるというか、まあ、ハイライト動画とかも見てるんで、さらっと振り返りますと、やっぱり先制のホームラン大きかったですよ、と。山崎福也投手も非常に良かったんで、なかなかどうやって点取るんやろ、っていうふうな思ってたところ、まあ、これ2アウトからね、坂本選手ホームランと。これ非常に良かったよね。で、ここですよね、先ほど言ったエラーっていうのはね、これ、ライトフライをね、エラーしちゃうと。で、これもやっぱ大きいですよね。やっぱ外野のエラーっていうのもね、まあ内野ももちろん大きいんだけど、まあこういう連携ミスみたいな、エラーみたいなっていうのは非常に大きいですよね。で、萩尾選手もね、今日非常に良くてタイムリーを打ってますし、犠牲フライでね、うん。まあもう勝負が決まった後なんですけど、やっぱり萩尾選手からしたらね、非常にやっぱりもう、どの打席も、無駄にできないし、どこでもアピールしないといけないっていう思いが強いと思うんで、非常にこの最後犠牲フライが出たのも非常に良かったなというふうに思います。で、僕が驚いたのは、これ日本ハムのね、水谷選手のこのホームランね、これもう左バッターが引っ張ったみたいなホームラン打ってるんですよ。えげつない強み。で、僕がジャイアンツでまた選手やってる時に、三軍の、ソフトバンクと一回試合したことがあって、で、その時に水谷選手いたんですよ。で、もう正直言うけど、ほんまに正直、水谷選手には悪いんだけど、マジでバット当たらないんですよ。ほんまに僕、その試合4打席連続三振かなんかを取ったんですよ、水谷選手からね。ほんまマジで、まっすぐも変化球も全部バット当たらなかった。だから、その、なんて言うんだろう。不器用というか、めちゃくちゃその体もでかかったし、なんかそのポテンシャルあるんだけど、ほんまにバットに当たらないっていうところがあったんで、もしかしたらその試合だけだったかもしれないけど、でもその印象っていうのめっちゃ強いんですよね。真ん中のまっすぐとかを普通に空振りバーンしてたんで、なんか変に印象残ってるんですよね。珍しいから逆に。うん。だったけど、それをね、もう今成長してこんな逆方向にえげつないあんなホームラン打てるぐらいのバッターになってるっていうのは、すごく驚きましたし、
まあ、新庄監督がね、なんかちょっと前になんか水谷選手をメジャーリーグに、やれるように頑張りたいみたいなことをなんかちょっとうっすら聞いたことあったんですけど、でもそれぐらいのポテンシャル持ってるなと思いました。で、ここですよね、やっぱり吉川選手のホームラン。これでもう勝負決まったような感じですよね。うん。やっぱり2打席連続三振してて、まあ後で言いますけども、しっかり3打席目打ちに行くというところですよね。で、まあ松本選手のホームランありましたけども、まあ大量リードとあったんで、まあ東郷投手がね、まあ完投という形で勝ちましたというところです。じゃあちょっと詳しくね、ハイライトではわからないようなところを、ちょっとね、やっていこうと思います。はい、まず、2回表ね、まあ2アウトランナーなしから坂本選手ホームラン打ちましたけども、まあ、チェンジアップなんですよね。ストレートでボール、スライダーでストライク。で、ワンワンになった時にチェンジアップ。うん。ちょっとね、真ん中に入ったっていうのはありました。キャッチャーの構えよりも、少し真ん中、やや高めっていう形にね、入ってきたんで、坂本選手も非常にうまく、体をね、体の面というか、まあ、胸をね、早く開くことなく、残しながらパチンと打てたんでね、ヘッドが走った。いいホームランだったなというふうに思います。やっぱり山崎達也投手ね、コントロールもいいし、立ち上がりも良かったし、どうやって点を取んねやろって。で、フィーリングであったりとか、牽制も上手いし、非常にこう、総合力がね、優れてるピッチャーなんで、まあ、ジャイアンツも取りに行こうとしてたぐらいのピッチャーなんでね。なかなかこう、どうやって点を取んねやろうと思った時に、このホームランがね、その、今、なかなか打ててない坂本選手から出たっていうのは、非常に大きかったですよね。うん。で、次、3回もね、ここ、ちょっと、本当に言い方悪いんだけど、高校野球みたいでした、正直。レベルの低い高校野球みたいな、回でした、正直言うとね。どういうことかっていうと、ノーアウト1、2塁で、増田選手がバントを空振りしたんですよ。バントこうしてて、パーンって空振りしたんですよ。引くとかじゃなくて、もう普通にバントを空振りしたんですよ。で、ランナー2塁にいるんで、1、2塁で、2塁にいるんで、やっぱり2塁ランナーっていうのは3塁にね、セーフになりたいと思ってるから、多少、なんて言うんだろう、なんて言うの、セーフティーリードというか、ちょっとやっぱ出るんですよ。やっぱ早く行きたいから。うん。だけどそこを普通に空振りをしちゃうと、やっぱり戻れないんですよね。もうこれ確実にこれは、マッスーの、ミスなんですけど、で、これで牽制アウトになっちゃうと。で、大体こういう時って、ミスした側のチームって大体、点取れないことってめちゃくちゃ多いんですよ。うん。こっからなんかこう、雰囲気盛り上がって、盛り返して、点取りましたって、あんまりないんですよ。で、そこでここですよね。マッスーがそれバント送って、ツーアウト二塁ってなってから、ヘルナンデス選手が、まあ普通のライトフライ打ったんですよ。ちょっと前目のね、ライトフライ打ったんだけど、ファーストとセカンドとライトがこうバーって集まってきて、で、最後、セカンドが、ライト任せたっていう形でね、はけていったんですけど、それをね、ちょっとこう、真鍋選手がこう、ポーンって落として、で、うん、なるんですけど、点入るわけですけども、まあこれ、普通で言ったら、そんなプレーないんですよ。普通で言ったらもう高校野球なんですよね。正直言うとね。だけど、なんかそれをした時に、あ、今日ジャイアンツもしかしたら連敗ストップできるかもしれないって僕思いました。うん。普通こういうね、ミスをした後って、大体点取れないんだけど、で、ましてや相手のミスで点取れたっていうね。自分ところミスして、相手もミスしてくれたっていうところで、まあ非常に大きかった。この1点っていうのはマジで大きかったですね。うん。はい。で、次4回裏ね。これ、ワンアウトランナーなしから、水谷選手ホームランっていうところなんですけど、まあ、初球の、おそらく初球だったんですよ。初球の逆球のボールなんですけど、おそらく初球の、ストレートを、インサイドに構えてたんですよね、岸田選手。おそらくですけども、多分データ上でね、まあ、水谷選手ね、まあ、体もでかいし、リーチも長いっていうところで、多分インサイドに弱点があるんだろうなっていうふうに、多分おそらく推測するんですよね、僕は。で、インサイド構えてたんですけど、それが、アウトコースぐらいだったんですよ。アウトコースの甘みぐらいのコースになったんですよ。それを、水谷選手が、バッチーン打って、もう、インパクトバカ強いです。マジでバカ強い。うん。で、よく外国人選手とかって、アウトコース、の甘めぐらいが一番だけと思うんですよ。みんな、だいたいインサイドの甘めって、引っ張ってホームランっていうのはよく見るじゃないですか。だけど、外国人とか、まあ、水谷選手もそうなんだけど、体がでかくて、リーチが長い人って、遠心力がすごいかかって、アウトコースぐらいのボールの方がめちゃくちゃ打球飛ぶんですよ。バットの遠心力とか、腕のリーチの長さがあるから、いわゆる手伸びゾーンってよく言うんですけど、手がちょっと伸びるぐらいのところ、アウトコースの甘みぐらいのボールって、果てしなく飛ぶんですよ。マジでパワーある人って。だからそこに初球行ってしまって、それを水谷選手がブワーン振って、ホームランというところで、これはちょっとね、本当にね、久しぶりにエグいホームランみたいなと思いました。うん。左バッターがほんまに引っ張ったみたいな、
ホームランを右バッターが打ってるんで、ちょっとポテンシャルお化けやなって、うん、改めて思いましたね。すごいです、正直。万波選手もそうですし、水谷選手も、こういうなんか、なんていう、世界クラスの、うん、世界でも、メジャーでもやれるぐらいのポテンシャルを持ってる選手が、こんだけ多いっていうのは、すごく魅力的なチームだなっていうふうに思います。で、次、5回表でね、まあこれ、めちゃくちゃ大きいホームランでした。正直言うと、めちゃくちゃでかいホームラン。で、ちょっと振り返っていくと、まあこれヘルナンデスが、まあ、ワンアウトからヒットで出ますと、チェンジアップうまいこと打ちました。で、ワンアウト一塁から岡本選手がね、これ、三塁線に、二塁打打ちますと。で、ワンアウト二三塁で、萩尾選手がショートゴロ打ったんですよ。で、このショートゴロ、めちゃくちゃいい当たりだったんですけど、前進守備で、うまいことショートに取られたんですよね。で、大体こういう時って、まあ、さっきもそうですけど、大体そういう時って、いい当たりを取られてる、真正面行ってるから、次の打者打てないことって結構多いんですよ。うん。マジでそういうのって、野球ってマジで流れやから、だからそういうのって結構多いんですよ。皆さんも見ててわかるでしょ。うん。なんかいい当たりで真正面ついたりとかしてたら、なんか月がないなとか、運がないなとかよく言うと思うんですけど、でもほんまに、そういう時って、大体点入らなかったりするんですよ。で、その次の萩尾選手の次の、これ吉川選手なんですけど、で、これがね、ホームラン打つわけですけども、これで、すごいですよ。これ伏線あって、これ1打席目に2打席目、吉川選手三振取られてるんですよ。で、変化球でやられてるんですよね、どっちもね。で、バッターって、大体三振した後とかっていうのは、積極性が1割2割増すんですよ。なぜかっていうと、次三振したくないから。うん。皆さんもなんかこう、なんか仕事とかでミスしたら、次絶対ミスし、せんとこうと思って、そこを意識するじゃないですか。うん。バッターも同じで、やられたボールとかってやっぱり頭の中に残るんで、うん。早いカウントから打ちに行こうとか、やられたボールをやっぱりもう一回打ってやりたいとかっていうふうに思うわけですよ。で、そこで、吉川選手これ、初球のカットボールを打ったんですよ。カットボールを打ったんですけど、まあその変化球でやられてるっていうのもあるし、やっぱり三振してるから早めに勝負かけていかないといけないっていう、この二つが重なって、カットボールがちょっと真ん中に入ってきたんですよね。で、それでそれを、カーン!ホームラン!っていうところで、マジでこれは、僕点入らないと思いました、正直言うと。あのショートゴロあんだけいい当たり取られたから、あ、これ点入らへんわ。また多分点入らへんやつやと思ったら、それでスリーラン。マジででかい。マジででかい。これはマジで。ほんまに。で、次、7回表ですけども、まあ、さっき、萩尾選手は、ま、前打席、ま、勝負だよと、アピールの場だよっていうふうに言いましたけども、まあ、ここもね、しっかり、マッスーかな?マッスーが、レフト前ヒット打って、で、ヘル、まあ、ちょっとね、足がつったみたいで、ピンチランナー、門脇選手出ましたけど、で、ワンアウト一塁で、ヘルナンデス、ファーボールでしょ?で、ワイルドピッチもあったか。っていうところで、ノーアウト1、3塁になるんですよ。で、岡本選手が1球目のスライダーを、まあ、タッチアップできないぐらい浅いフライを打っちゃうんですよね。で、ここで、しっかり岡本選手には、1球目打ちに行くんだったら、せめてギテフライを打ってほしかった。正直言うとね。うん。で、ちょっとまだ勝つのも調子良くないなというか、上がってこんなと思ってた時に、その次の萩尾選手がしっかり、その犠牲フライ、打ち直してくれたっていうところは、センターにね、打ち直してくれたっていうところは、これもね、チームプレーだと思うし、まあ、萩尾選手のね、アピールにもなってると思うんで、非常にね、僕は、まあ、試合、もう決まってますよ。決まってるけど、この萩尾選手にとってはマジででかいね。こういう一打席とか、みんな見てるから。うん。首脳陣も、こいつは、最後の打席まで集中力持って、一打席無駄にせずやってるかなっていうのを、やっぱ見てるわけ。うん。で、そこでしっかり、そこでちゃんとやれたっていうのは非常に大きいです。めちゃくちゃ大きいです。で、アグレッシブにやっぱ振りに行ってるよね、今日とかもね。だいたいファーストスイング振りに行ってるやん。うん。だからそういうところが、やっぱり振りに行ける準備もできてるし、心も体もやっぱいけてるってことやし、それで、まあやっぱり結果が出てるってことは、非常に二軍でやってきたことっていうのも間違ってはなかったっていう話になるんで、非常に僕ね、僕は萩尾選手っていうのをめちゃくちゃ今評価してます。はい。で、7回裏です。次。ここ、ジャイアンツが守備の場面ね。で、まあ、先頭、マルティネスをフォアボール出しちゃうと。まあ、これもマルティネスも全然まっすぐ合ってなかったよね、今日ね。全然着払うみたいな三振してて。で、これも最後スライダー行ったんよね。まっすぐで三振してるから、スライダーで裏返って行ったんだけど、まあ、ちょっとね、本当にボール半個分ぐらい。半個分もないかなぐらい低くて、ボール。で、フォアボールって言われますと。で、ノーアウト中で万波選手をしっかりね、これゲッツー取れた、サードゴロでね。ゲッツー取れたっていうのは、まあ、
まあ、今日の戸郷だったら、まあ、おそらく点は取ら、あんま取られないだろうと思ってたけども、やっぱりしっかりそこで抑えれたっていうのは、明日以降に続きますよね。うん。で、それで2アウトから、まあ、松本選手にホームランを打たれると、まあ、これも、うまく打ったとしか言いようがないというか、一瞬ファウルなのかなと思ったんだけど、それをね、普通に入ってるわけなんで、やっぱり注意打者もね、取ってるぐらいのバッターなんで、やはり、素晴らしいバッターだなというふうに思いました。まあ、戸郷選手もね、まあ、ソロだったんでね、良かったかなと。これでもし、一塁にランナーが残ってたりとかしたら、それでツーランになっちゃうんですけど、まあ、これね、今日2本ホームラン打たれましたけど、どっちもソロだったっていうのは、非常にね、良かったなというふうに思います。で、これ最後ですよね。これ9回裏ね。これまあまあ勝負決まってるわけですけども、まあ、ノーアウト1塁で、まあ水谷選手がサードゴロね、もうえげつない打球というか、もうラインドライブがかかってる、めちゃくちゃ難しい打球が三塁線行くんですよ。で、門脇選手サードに入ってますと。で、取って、滑り込んでそのまま2塁投げて、で、それでゲッツーですわ。これね、普通はできない。普通は、あ、ゲッツーちゃう。ゲッツー取れなかったか。え、二塁でアウトか。二塁だけでアウトか。すいません。間違えましたけども。でも、普通は二塁なんかに投げれない。うん。ファーストで一個アウト取れたら、オンの字やなというか、すごいなぐらいのボールを、これ取って、スライディングにそのまま、バーン投げて、二塁でフォースアウト。それはちょっとすごすぎるよって。まあ、ショートで今年ね、エラー多いけど、やっぱりサードの時の守備っていうのは、やっぱえげつないなと思うし、正直ね。でも、やっぱり、門脇選手が、サードで出れるかって言ったら、なかなか難しい。坂本選手がね、まあ、セリーグのね、まあ、交流戦も終わりますし、まあ、まあ、主にサード入ってくるでしょうから、そういったところで、やっぱり門脇選手はショートでね、出ていかないと、なかなか試合をね、まあ、休養時、坂本休養時だったら、サードで出れるかもしれないけど、やっぱりショートで、やっぱり出ていかないとっていうところはあるので、そこはね、まあ、サードの守備は素晴らしいんだけど、やっぱり本番はね、ショートで、しっかり、戻ってきてほしいな、というふうに思っております。はい、そんな感じでね、まあ、今日、連敗して非常に声のトーンがもしかしたら1音ぐらい、いや、2音ぐらい上がってるかもしれないですけども、まあ、非常にね、やっぱり徒歩で負けるのはダメだよと。うん、さすがに。うん、やっぱり今日も、まあ、いろいろピッチング見てましたけども、やっぱりね、フォームが、なんて言うんだろう、ゆるいというか、そんな力感入れてないような感じで投げてるんですよ。やっぱバッターからしたらめちゃくちゃ打ちにくい。なぜかというと、あれこれなんか力入ってないように見えるぞと思いながらも、球は、その想像以上に来てるから、だから今日とかファーストファールぐらいとか多かったでしょ。右バッター。軍事とかもそうやったし、ファーストのフライとか多かったでしょ。詰まってるフライ。あれって、やっぱり自分が思っているより球が来てるから、ポイントが近いし、詰まらされてファーストファールフライとかになるんですよ。だから、それぐらい球のキレというかね、フォームと、投げてるボールのギャップがいい意味であるんで、バッターは差し込まれるんですよね。で、そこで、じゃあまっすぐ対応していかないといけないというふうに思って、ポイントが前になっていくんですよ。まっすぐを叩かないといけないってなるから。で、そこでフォークを落とされると、やっぱりね、一級品のフォークなんで、空振りしてしまうっていうところがあるんで、それは厄介なピッチャーやなというふうに思いますわ。あ、本当にジャイアンツにいてよかったです、マジで。はい。はい、てな感じでね、今日はすごく嬉しい勝ちだ、連敗ストップというところで、嬉しかったです。はい。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあ、バイバイ。